暗くても顔を上げてそうすればきっと人の優しさに気づき、そう人は人のためにできることが何かあるはずと探し続けているんだ。ほらあなたのその想いがきっと幸せを誰かに運ぶ。幸せ配達人にあなたも今すぐになれるはず。ただ微笑みと一緒にほら誰かのそばにいて、そうとその想いを言葉に乗せて